今じゃあ日本食の代表みたいな感じになってませんか？元はポルトガル語やったんみたいな。それが400年経っても今でもずっと使われてるっていうところが面白くて。昇竜拳。皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTuber 岡本芳樹です。今日もよろしくお願いします。うっす。今日はですね、南蛮貿易がきっかけで、ポルトガルから渡ってきた外来語、元はポルトガル語でしたよっていうですね、現在日本語になっている言葉についてですね、少し話をしてみたいと思います。まあね、結構みんな知ってると思うんですよ。日本語の中にポルトガル語がたくさん入ってますみたいな話は聞いたことあると思うんですけど、アルタルタレがみたいなことでパパッと言えって言ったら3つぐらいしか言えないものですね。それをですね、今日はそれもそうやったんっていうところまでこうちょっとほじくってですね、皆さんにポルトガル語だったんだよっていうのを覚えてもらおうかなと思ってます。日本はですね、長くポルトガルと、貿易をしてました。で、400年ぐらい前にそれがこう激しく始まったんですけども、その時の、交易品とか彼らの私生活の、使われた言葉、私生活で使われた言葉っていうのがですね、今の日本でも定着してますということでですね、その辺の話になります。それが400年経っても今でもずっと使われてるっていうところが面白くて、それはね、僕はかなり興味深かったんですよね。で、ただですね、その当時の言葉なので、今のポルトガルでそのまま使われてるかどうかちょっと難しかったりとかして、今は違いますとか、今は意味が違いますとか、みたいなのがあるんですけど、それも僕の分かる範囲で少しお話しさせてください。今日はね、ざっと話しますんで、ざっと流れよく話そうと思ってますんで、もしね、説明が落ちてるような、これもそうやんか、岡ちゃんみたいなのがあればですね、ぜひ、教えてくれたら、コメントの方でですね、教えていただけたらなと思ってます。ぜひ僕にも、その、勉強する機会を与えてください。今日の動画が、ためになるわ、おもろかったわ、と思ってもらったら、高評価ボタンを。また、こんな話も聞いてみたいな、と思ったら、チャンネル登録を。インスタグラムと、ツイッターと、フェイスブックの方もやっております。よかったら、フォロー、よろしくお願いします。またね、諸説あると思いますんで、言ってるのと違う理由じゃないですかとか、それは違う言葉じゃないですかみたいなのもあると思いますけど、まあ諸説ありますんで、信じるものは救われる。信じないものは疑ってかかってより勉強して賢くなる。ということで、やらせてもらってますんで、よろしくお願いします。では、行きましょう。まずはね、みんながよく知ってるような単語からいきます。1番、カルタ。これは知ってるんじゃないですかね。多分ポルトガル語だったよっていうふうに言われてて、手紙とかカードっていう意味で現在も使われてます。ちなみにこれドイツ語にするとカルテになります。覚えやすいですね。2番目、ボタン。これですね、ポルトガル語で現在ボトンって言ってですね、意味は一緒です。これのことをボトン。日本人もこれはボタン以外に言葉をちょっと僕は思いつかない、他に言い換えることを知らないですね。それぐらい定着してます。3番目がコンペイトウ。これはこんな形をした砂糖菓子のことですけど、ポルトガルではですね、コンフェイトって言ってですね、飴とか砂糖菓子のことをコンフェイトって言います。まあほとんど同じ状態で残ってます。確かに、コンペイトーって、うまいこと字当ててるけど、言われてみれば、外来語なんやろうな、と思わせるところはありますよね。まあ、漢字になってるからね、どっから来たかは難しいと、中国から来たのかな、ぐらいの感じはありますけども、ポルトガル語から来てると言われてます。4番目がパンになります。英語じゃないですもんね。で、今でもポルトガル語でもパンって言います。パンは、なんとなくですよ。なんとなくアメリカ人にも通用するんちゃうかと思って使ってみたことあるんですけど、全く通じません。全く通じません。ちなみに僕はこれマレーシア住んでますけど、マレーシアではバンと言います。これ多分出所一緒だと僕は思ってます。5番目がタバコ。これもね、知ってた人は多いんじゃないかと思いますけど、ポルトガルでも現在もタバコと言ってます。ちょっと引っ張る感じ、タバコって言います。これは、シガレットとか、言ってもらえればいいんですけど、なんとなくこれも日本語な気がしてましたよね。そんなことないですか。なんかタバコっていう漢字があったりとかするので、そうかなと思ったりするんですけど、これもポルトガル語から来てます。6番目はコップ。
これもおなじみです。コッポって発音するそうですけども、まあ同じものです。こうコッポ、コップです。乾杯。って感じですね。コッポって言います。その頃からか。その頃からコップ使ってたんですね。日本人も。だからコップって言葉がちゃんと入ってきたんですね。ちょっと嬉しいですよね。7番目、ビードロ。これはね、明らかに外来語だなと僕は思ってました。で、ガラスのことを指すんですけど、もう今、ガラスのことをビードロっていう人はだいぶいなくなったんじゃないかと思いますが、もう古い言葉になりましたよね。僕が幼い頃は結構使ってた言葉ではありますが、これも出どころはポルトガル語で、V の発音からビードロっていうふうに発音するそうです。こういうふうに言われると歴史が深くてより使ってみたくなりませんか？僕ちょっとなってるんですよね。8番目が天ぷら。これはね、ちょっと諸説あるので、これが絶対間違いないねんってことはないんですけど、今じゃあ日本食の代表みたいな感じになってませんか？寿司、天ぷら、芸者みたいなことを言ったりするぐらい日本語の代表選手、日本料理の代表選手みたいになってますけど、これが、元はポルトガル語やったんみたいな。どうりで変な漢字書いてると思ったでみたいなことになるんじゃないかなと思ってます。カトリックに祈祷と断食を行う行事があってですね、この時肉を食べないんだそうですね。で、それをテンポーラと言ってたんだそうですよ。で、これから来てるんじゃないのと。なんでか言ったら、その期間ですね、彼らは何を食ってたかというと、魚とか野菜に小麦粉を溶いた衣をつけて油で揚げて食ってたって言うんですよ。いや、これはもうテンポーラでええんちゃうと。これが天ぷらの語源やろというふうに今は言われてます。でも諸説あるにはね、なんか似たような言葉があるんですよ。テンペーロって言葉がありましてですね、これね、料理全般を指す。料理っていう意味の言葉ね。テンペーロ。いや、これも捨てがたい。みたいなのがあってですね。まあ、やっぱ諸説あるんですね。やっぱ古い話なのでね。なんですけど、まあ、これも、まあ、どっちにしてもポルトガルから来てるんじゃないのというふうに言われてて、よりか、こんなんですかね。日本帰ったら天ぷら食べたくなってますね。9番目がシャボンになります。シャボンは、シャボン玉っていうので、使う以外にシャボンって言葉をなかなか使わないと思うんですけど、石鹸っていう意味です。石鹸の泡を立てたボールでシャボン玉ですね。ポルトガルではサボーンって発音してですね、サボン玉とは言わないですけど、サボーンって発音して、これは石鹸を今でも意味しているので、まあ、これもほぼ間違いないと思われます。10番目、カッパ。アマガッパのことですね。これも漢字があるので、知らん方は多いと思うんですけど、実はこれもなんですよっていう。ことで、勉強していただけたらなと思ってます。どうですか ?10 個言ってましたけど、覚えられましたでしょうか？これ勢いよく残り10個いきますんで、よかったら最後まで聞いてってください。後半の10個はですね、それもな、それは全然知らんかったで、みたいな、そうやったんかとか、あ、僕は知ってました、みたいな、ちょっとこう、知識量の差が出始めてくるんじゃないかなと僕は思ってます。11番、コロッケ。これは本国ではクロケッチって言うんですけど、まあ、似てますよね。似てます。で、まあ、本国でもコロッケのこと、あの料理のことを指します。ちなみに、コロッケですね、僕大好物ですっていう、どうでもいいような話なんですけど、大好物の割にはめったに作らないですね。理由があるんですよ。面倒。意外と手がかかる。意外と面倒くさいっていうことでですね、僕コロッケあんまり作らないんですけど、皆さんのですね、彼女さんが、もし手料理でコロッケ作ってくれたら、それはですね、褒めてあげてください。なんでかっていうと、結構めんどくさいから。頑張ってくれたいなっていう気持ちに対して、めっちゃ美味しい、嬉しいっていうふうに言ってあげると、苦労が報われるような気がします。12番目がキャラメル。カラメーロって言うんですけど、まあ、これはね、キャラメルなんとなく日本語じゃないやろうなと思ってると思うんですけど、驚くのはここです。400年前からキャラメルがあったっていうことと、彼らがそれを食べてたってことですね。いや、西洋人恐るべしですよ。ちょっとびっくりしてます。13番目がオルガン。これはね、ちょっと知ってましたね。で、内臓とか、器官みたいなことを指す単語でもあるんですが、オルガンそのもののことも今でもオルガンと呼んでるそうです。なので、これは間違いないです。14番目がブランコ。まあ、意味は同じです。といっても、
この頃からそんな遊具があったのかと思うとですね、感慨深いですよね。それは日本に伝わって、日本でもそれを作ってたのかと、紐でこう、木の枝かなんかから紐つって、板かけて、そこにこう足かけたり、お尻乗っけたりってこう振って、なんか楽しいですもんね、ブランコって。あの行為そのものが、景色がすごく変わるわけでもないのに、なんか子供の時すごく好きだった、そんな思い出があります。それもポルトガルから伝わってたんだなって思うと、なるほどと。あの、こう、ブランコっていうのもね、日本語の音だと思ったんですよ、僕。ブランコっていうね。なんとなくわかるんですよ。子供が乗っててこう、ブランブランしてる。ブランコ。なんか日本語っぽいじゃないですか。でもこれもポルトガル語だったんだ。ああ、そうかと。なんか、南蛮からのこう影響を多大に受けてますね。15番目が、ビスケット。これ本国ではビスコイトっていうらしいんですけど、そんな頃からビスケット食べてたん南蛮人みたいなこと思うと思うんですけど、そう思ったあなたはですね、ちょっと前に、オンエアされてる動画があります。僕の。大航海時代の食事事情みたいなのがあると思います。そちらの動画をですね、見て確認していただきたい。決してありがたいもんではない。ウジが湧いてたりとか、ウジが湧かないように努力したとかいう、なんか硬い鉄板のような食い物だったみたいなことを言われてます。でもそれが一応、ビスケットの、語源となっているものです。まあ、僕が今単純に思うと羨ましい。でも、あの頃、船乗りにとってはそれを食わなきゃいけないのは屈辱だったんだっていう、そういう食い物でもありますが、日本にもちゃんと伝わってます。16番、カステラ。これ有名なんですよ。有名なんですけど、語源が、ポルトガル語だったんじゃないのっていう説があるだけで、これ正確にはね、まだ決まってないらしいんですよ。で、まあ、諸説ある中でですよ、献上品として殿様のところを持っていきましたと。それは何じゃと聞かれた時に、スポンジケーキを乗せてる皿に西洋のお城の絵が書いてあったと。キャステロでございますと。キャッスルね。キャステロでございますって言ったっていう。で、それを見て、おお、それがカステイラかって答えて、お互いの勘違いでそのままそのスポンジ菓子の方をスポンジケーキの方を、キャッスルっていうのはキャステラっていう、キャステロっていう名前にしたっていう話もありますっていうぐらい、まあ、ようわからんらしいです。という話と、なんかどっかの、ポルトガルだかの、スペインだかの、どっかの地方都市にある、焼き菓子の名前が、それに音が近かったっていう説もありますってことですね。なかなか難しい感じではありますが、それも、一般的にはポルトガル語から来てると言われてます。17番、バッテラ。バッテラっていうのを知ってますかね、関東の人は。関西では有名なんですけど、サバの押し寿司のことなんですね。型にライス入れて上にサバを置いてみたいな、キュッキュッキュッと押してみたいなやつなんですけど、これを出した姿がですね、頭とケツがこうちょっと反ってて、ポルトガルにある、あの、バッテイラって呼ばれる、こう、小舟に似てるっていう。いう形が似てるから、そうなったんじゃないか説っていうのがあって、まあ、確かに言われてみれば、バッテラって音は日本語じゃないですわね。ということで、こちらもポルトガル語から来てるんじゃないかという説があります。18番目が、ポント町。京都のポント町っていう町の名前なんですけど、ポントっていうのがですね、ポルトガル語の先っちょ、先端っていう意味なんですけど、ポント町って字がですね、その先という字を使って、なんか、イメージがそのまま重なるので、こちらもポルトガル語なんじゃないの？そうでないと、ポント町っていうの、周りの町の名前からもバランスが悪いんですよね。ってこともあって、これはそうじゃないの？と言われてます。19番目。ジュバン。肌襦袢のことです。下着のことなんですけど、これも、日本国でも下着のことジュバンって言うんですけど、日本でも昔は、襦袢っていうと、一番下に着る肌着のことだったということでですね、これもほぼ間違いないと言われてます。こんなに入ってきてるんですね。もう、僕、襦袢はね、知らんかったんですよ、実は今回調べるまで。そうなんかって思いましたね。20番、最後になります。ザビエルハゲ。本当に言うかとか悩んだぐらいですよ。フランシスコ・ザビエルっていうですね、宣教師の、髪型というかね、つむじのところがこう、丸くハゲてる。あれは反ってるって言われてるんですけど、ハゲてるのを見て、まあ、ザビエルハゲっていうんで、まあ、ポルトガルから、
ポルトガル人のポルトガル語から来てるザビエルっていう音を使ってるので、そうなんじゃないですかっていう話なんですけど、これはもう本当余談でね、おまけ話みたいなものと思ってください。ザビエルの名誉のために言います。ザビエルはあの髪型じゃないです。実は。彼はですね、イエズス会のはずなので、あの髪型はしてないと思うんですよね。で、その証拠にっていうのもあるんですけど、マレーシアのマラッカでも、本国の肖像画でもですね、彼は髪の毛は、頭のつむじのところは剃ってないです。なので、日本の肖像画がですね、多分全然でっち上げで、後世に、何ですかね、その時の宣教師を見て、多分ザビエルもこんな感じやったんちゃうかっていうイメージで描かれたイメージ画であろうと僕は思います。まあ、これもね、信じるか信じないかあなた次第ではあるんですが、僕はザビエルはああいう髪型ではなかったんではないかなと思ってます。今日はですね、日本語になってる、日本語の中に完全に溶け込んでる、ポルトガル語っていうのをですね、20個ほど紹介してみました。もっと多分たくさんあります。20個ちょうどってことはないと思います。あと50やそこらはあるんでしょう、きっと。僕は知らないだけで。なんですけど、まあ、皆さんがですね、もし知ってましたら、コメント欄に書き込んで教えてください。僕も本当に勉強したいタイプの人間なので、勉強してみようとは思ってます。というわけでですね、今日はこんな、間抜けなちょっと話をしてみましたが、皆さんの中でもちょっと勉強になってくれたらええなと思ってますってところで、今日はここまでになります。バイバイ。